俺は日高明、28歳、松山組の若頭補佐をしている。と言っても、2年前にあった不慮の事故で、この2年間入院とリハビリに明け暮れ、今日やっと組に戻ってくることができたのだ。久々に戻った本家、懐かしい匂いと美しい和の心を隅々まで感じる佇まい。やっぱ俺の家はここだな。一人感慨深くそんなことを思っていると、突然後方から怒鳴り声が聞こえた。そこの下っ端、表に車回しとけ。振り返るとそこにはこちらを睨みつける人相の悪い男が一人。見たことねえ顔だな。ま、下っ端とは関わりねえし、しょうがねえか。おいこら、てめえ聞いてんのか。一方的に喋り怒鳴り散らす。若干古さを感じるジャケットによれたシャツ。一部では上品なヤクザとの異名を持つ松山組には到底似つかわしくない男だ。すみません、今日戻ってきたばかりで。あ、今日戻った。ああね、チンピラ税理に出されてた口か。所詮下っ端よな。俺みてえに若頭補佐と一緒に仕事なんて夢のまた夢。せいぜい俺らのために働けや。胸からおもむろにタバコを取り出し、使い捨てライターで火をつける。俺に見せつけるかのように吸い、あげく汚い煙を俺に吹きかけてきた。うまいだろ、大祝いだ。そう言ってガハハハと下品に笑い出し、そして半ばまで吸ったそれを美しく整えられた庭に捨て落とし、ギリリと踏みつぶす。本家の中、禁煙ですよね。松山組は代々本家は禁煙になっている。初代がタバコ嫌いで、それ以来伝統として守られている。ああ、てめえは目上の人間に指図すんのか。立場関係なく、これは組の規則ですよね。ああ、生意気なこと言ってんじゃねえよ。そう言って男は手持ちの吸い殻を美しい庭に投げ捨て、ギリリと足裏で踏みつぶした。ほら、お前はこの吸い殻と一緒、役に立てるうちに役に立ってくれよ。ほら、下っ端早く表に車回せ。そして再び俺を睨みつけた。相手のターンが終わり、俺のターンが始まる。救いようのない目の前の男に俺は一言言い放った。立場が上の人間に命令するんだ。は？俺の言葉を聞き、目の前の男はさらに鋭く俺を睨みつける。立場が上？は？俺は若頭補佐と一緒に仕事させてもらってる立場だ。てめえみたいな若造と一緒じゃねえんだよ。そう言って俺の胸ぐらをつかみ上げた。少し低い目線で下から睨みつけてくる男。俺はギリギリと締め上げてくるその手首をつかみ、くっとひねり上げた。男は小さなうめき声を上げて俺から離れる。手首を押さえながら再びこちらを睨みつけ、つかみかかろうとしてきた。あんた古いね。俺の声に男の動きが止まる。ああ、古いとはなんだよ。今時年齢で上下関係なんて古いんだよ。はあ、年上を敬うのが年下の務めだろうが。さま当たり前のように噛みついてくる。ふら、こりゃどうしようもないね。なぜ自分がそんなことを言われたのか、1ミリメートルも考えずにさらにつかみかかる。てめえ、自分が上の人間に失礼のことしてるってのがマジで分かってねえのかよ。確かに見たまんまあんたの方が老けてはいるから年上なのはわかるよ。はあ、てめえ何調子乗ってんだよ。てめえより俺がジジイだって言いたいのか。え、自分が言ったんじゃん。俺より年上だって何回も何回も言ってたよね。で、俺に年上マウント取ってきたんだよね。うるせえ。自分で言ったことに対して指摘しただけなのに、この切れ具合、思考のない人間とは会話にならない典型だ。とりあえずさ、さっきも言った通り俺の方が上の立場だから。そう言うとさらに奴は突っかかってきた。なんでてめえの方が上なんだよ。理由を説明してみろや。大声で怒鳴り散らした。遠巻きに
若衆が事の成り行きを見ている。見知った奴らが加勢しようかと目で合図をしてきたが、俺はそれを目で制した。さっきあんた入ったのが2年前だって言ったよね。だったらなんだよ。俺が入ったのは8年前。俺はあんたより随分と前から松山には世話になってんだよ。え、どう考えても俺の方が兄貴分だよね。先ほどまで怒鳴り散らし興奮した奴の赤い顔がさらに赤く染まっていく。8年、嘘つくな。俺が入った2年前からてめえの顔なんて今の一度も見たことねえんだよ。てめえ組のも呼ぶぞ。飛びかからんばかりに俺を再び締め上げる。そいつにニコリと言ってやった。どうぞ。え、予想外の言葉が俺から飛び出してきたのか、締め上げた手元が若干緩む。その手をパチンと叩き落とし、襟元を正しながらこう言った。別に呼べば、俺はちっとも困らないから。なんなら俺が呼びましょうか。なんなんだよてめえ。ああ、申し遅れました。俺は日高明、松山組の若頭補佐をやらせていただいてます。再び掴みかかろうとした手の動きが止まる。一瞬表情は固めたものの、俺の言葉を信じない男は、はあ、若頭補佐、てめえまた嘘つきやがったな。そう言って俺に噛みついた。この頃になると男は周りの若衆を見回し、目で何かを確認している。俺が本物なのか否か確かめたかったのだろう。しかし若衆は男のそれに答えなかった。若干気の毒に思いながらも淡々と俺は答えた。いいえ、2年と少し前、26歳の時、松山組最年少で若頭補佐の任命を受けました。史上最年少。もともと若頭である長野さんは俺の兄貴でね、入ってからずっとお世話になってるんですよ。若頭がてめえを。長野さんが若頭に就任したと同時に、組長と長野さんが俺を若頭補佐に押してくれてね。組長までが話に出てきたことに男は驚きを隠さなかった。組長まで。そうなんですよ。なのに何の因果か若頭補佐に就任してしばらくした頃、不慮の事故にあってね。内臓はボロボロ、骨はバキバキ、顔もボロボロ。何度も手術を重ね、リハビリも死ぬほどこなして今日戻ってきたってわけ。俺の話に男の顔が一気に血の気をなくす。どうかしましたか。男の様子にわざと俺が反応してみせると、なんでもねえよ。男はごまかすように再び顔を赤くして噛みついてきた。ならいいんですけど。ってことで話の通り、俺はあんたより前からここにいて、なんならあんたの兄貴だから。あ、お前が兄貴。言ったでしょう、立場が上の人間だって。なんで年下の初見のやつに頭下げなきゃならんでんだよ。男は納得のいかない様子で怒りをぶつけてくるかのごとく、目の前にあった壺を蹴り倒した。倒れた壺は勢いよく割れ、破片が周囲に飛び散る。ああ、それ組長のお気に入りなのにいいんですか。え、本家の中には歴代の組長のお気に入りや芸術品が所々に飾ってある。その壺もそのうちの一つで、とある超有名作家の作品であった。組長が前組長から受け継いだ相当な資産価値のあるものなのに。マジか、やべえ。男は慌てて足元に散らばる破片を拾い集めた。でもほら、井岡さんにどうにかしてもらえるでしょ、あんたなら。え、井岡の名前を聞き再び男は身を固くした。なんとも分かりやすい男で話を進めやすい。俺は男が最も聞きたくないであろう話をし始めた。あんたすごいよね、井岡さんのために人の命奪おうとしたぐらいだもんね。なんだよそれ。俺のその言葉に遠巻きで見ていた若衆がざわつき始めた。男の顔の冷や汗が止まらない。唇まで血の気をなくし、発した声がわずかに震える。俺が何を言いたいのか、俺が誰なのか、
そいつもやっと気づいたのだろう。きっともう奴の頭に先ほどの唾のことなど微塵も残っていないことは明らかだった。であればさらに追い込むまで本家に響き渡らんと言わんばかりに声を張り、俺は言ってやった。わかんないかな、俺だよ俺。あんたが井岡の命令で引き逃げした相手、あの雨の日人気のない路地裏で何度も車でてめえが引いた人間だよ。まさか。男は尻餅をついたと同時にさらに隣にある壺を倒して割った。俺の言葉に静まり返った空間に破裂音が響き渡ると同時に、てめえ何してんだ。ドストスという足音とともに最も見たくない奴の姿が現れた。誰だてめえ。腰を抜かして座り込んだ岩田と俺を見比べ、そいつが俺に向かってうめいた。お久しぶりですね、井岡さん。そう、やってきたのは井岡だった。ああ、誰だてめえ。昔馴染みであるはずの井岡は俺のことがわからないらしい。やっぱりわからないですか。そりゃそうですよね。あんたたちにやられて俺は顔を作り直さなきゃならなかったんだから。尻餅をついたままの岩田が驚いたように俺を見た。え、俺の名前知ってる。ああ、確かに俺の療養中にあんたは松山に入ったし、直接あんたのことは知らなかった。でも岩田、あんたの名前は散々耳にしてきたよ。俺をやった男だってね。俺の顔を凝視したまま、さらに岩田は冷や汗を流し続ける。凝視する目玉は開きすぎて落ちそうなほどだ。そんな様子を見ていた陽子が、お前まさか。俺を怪訝に見ながら恐る恐る尋ねた。声は変わってないんだけどね。わかんない。そんな確証がないものが証拠になるか。じわじわ攻めてくる恐怖に井岡は思わず大声を上げた。俺はそんな男どもを見ながら、あ、これでわかるでしょう。井岡さん、あんたに傷つけられた腕の傷。左腕のシャツをめくり上げ、前腕にある裂傷の跡を見せた。それは組に入って数年経った頃、年下の俺の躍進が気に入らない井岡が俺に喧嘩を吹っかけてきた時にできた傷だった。ナイフで10センチメートルほど切られただろうか。5年以上経った今でもはっきり縫い目まで残る深い傷の跡だった。それを見た井岡の表情が一気に変わる。本当に日高なのか。井岡と岩田、同じ表情の二人が並ぶ。あまりにもおかしくて思わず笑いが漏れてしまった。なぜ二人が戻ってきた俺を見ても気づかなかったのか。それは俺の顔がすっかり別人に変わってしまっていたからだった。あの日執拗に岩田の運転する車に轢かれまくったおかげで俺は文字通り全身ボロボロだった。もちろん顔も損傷が激しく顔面の骨が砕けまくっていた。耳は裂け、頭蓋骨も損傷、脳に後遺症が残らなかったことは最大の救いと言えるだろう。しかし顔は元の顔には戻らない。命が助かっただけマシかもしれない。そして俺はその日、日高明を一度失ったのだ。実際あの事故以降、組からも姿を消した俺の消息は不明となっていた。時間の経過とともに俺の存在は薄れ、亡くなったも同然だったかもしれない。しかしその消えたはずの日高明が姿を変え目の前に現れた。井岡はこの世のものとは思えない様子で俺を凝視し声を絞り出した。まさか生きてたとは。想像通りの言葉にさらに俺は笑いが止まらない。その笑いが不快だったのだろう。井岡が叫んだ。てめえ笑ってんじゃねえよ。だって面白いじゃん。完全に消えたと思ってたんでしょ。今のあんたら二人死んだような顔してるよ。
うるせえ！岩田、てめえやったんじゃなかったのかよ！今さら岩田を攻め出す言おうか。岩田は完全に腰抜け放心状態で、言葉にならない言葉を小声で呟いている。俺は違う。俺のせいじゃない。今後のことを考えたら、現実逃避したくなるのも無理はない。使い物にならなくなった岩田を見切り、俺は未だうるさい男と対峙した。なんでいいんだよ、てめえはよ！あの後、行方不明になったじゃねえか！そうなのだ。言葉の通り、俺は岩田に惹かれた後、忽然と姿を消してしまった。井岡と岩田は、それを知って、俺の行方を探ったに違いない。ヤクザの力を使って探しまくった挙句、俺は見つからなかった。だからこそ今、俺が目の前にいることが受け入れられないのだろう。確かに俺はあの日、消えたよ。ああ、日高明という人間は一度失われた。実際、死の淵が見えた瞬間もあったように思う。2ヶ月ほど意識を失い、手術に手術を重ねて、今の姿になれたのは、たった3ヶ月前なのだ。でもな、俺は今生きている。新しい日高明になってな。意味わかんねえし。至極真っ当な指摘だ。そりゃあそうだよね。あんたら、ボロッボロにして、動けないまま放置したと思ってたんだもんね。だったらなんだよ。動けないはずなのに、なんで俺は忽然と姿を消しちゃったのか、知りたいよね。だから言ってんだろ！井岡は勢いよく食らいついてくる。そして俺は言った。あの時、実はまだかすかに動くことができたんだ。ほら、この左腕。あんたがつけた傷が綺麗にまんま残ってて、全然変わってないだろ。そうなのだ。俺は全身ボロボロになりながらも、奇跡的に左腕だけは生きていた。だから、左腕では、新たな手術も移植もなく、以前の日高明のまま残ったのだ。俺は続けた。で、なんとか動かせる左腕で、スマホを探して、兄貴に連絡したんだよ。兄貴って、まさか。俺の兄貴といえば、長野さんしかいないじゃん。イオが、お前はよーく知ってるだろ？俺が長野さんに、どれだけ世話してもらったか。縮こまり、小さくなったイオカを、にやりと見下ろせば、シャツにシミが広がるほどの、全身から汗が止まらない。そいつがいた。そして、震える声で。まさか、長野さんが全部裏で、回してたってことが。そう、恐る恐る尋ねてきた。もちろん。じゃあ、お前は今までどこに？アメリカ。え？アメリカ！まさか海外に飛んでいるとは思わなかったのだろう。あっけに取られた、井岡と岩田の顔が見えた。組長のつせの優秀な医者が、アメリカにいて、そこで2年間治療とリハビリやってたのさ。ってことは、組長も知ってることになるね。あ！俺ら終わりじゃねえか！井岡、話が違うじゃねえか！お前、大丈夫だって言ったじゃんよ！知らねえよ！まさか生きてたなんて予想外だし、お前だってそう思ったろ！井岡と岩田が狂ったように口々に叫ぶ。俺は、そんな二人を冷めた目で見た。あのさ、今さら何？え？お前らの終わりは、もう2年前から始まってんだよ。どういう？2年前のあの日。あの日がお前らの終わりの始まりだ。にやりとしながら俺が言うと、タイミングを測ったように、奥から音もなく、長野さんが現れた。長野さん！お疲れ様っす。若頭の登場に、二人が姿勢を正す。そんな二人に構わず、長野さんは二人を睨みつけ、こう言った。お前ら、2年間何も感じなかったのか？え？長野さんが一言喋るだけで、その場の空気が、ビリリと響く。遠巻きの若衆まで、息を呑む音が聞こえそうだ。特に言おうか。てめえ、若頭補佐の割に、仕事ねえな。
とか思わなかったか？どういうことですか？組長と長野さんは他の若頭補佐と比べて伊予会の仕事の割り当てを極力減らしていた。だいたい若頭補佐は組長や若頭と関わり深い仕事を任されるのが常なのだが、井岡は岩田など若い奴らと島での仕事がほとんどだった。つまり若衆の頃とほとんど仕事が変わっていない。それってなんで？お前の立場はあくまで形だけだったってことだ。井岡が若頭補佐になったのは俺が姿を消してしばらくした頃だった。井岡にしてみれば数ヶ月前に自分を差し置いて若頭補佐になった俺に代わって就任できたと思ったのだろう。日高の後俺に任せてくれたんじゃないっすか！井岡は長野さんにつかみかからんばかりに叫んだ。明菜の代わりなんてお前ができるわけないだろ。お前を若頭補佐にしたのは逃がさねえようにくさびを打つためだ。逃げるって？辛辣な長野さんの発言と予想外の就任理由に井岡の表情に混乱が見える。それでもお構いなく長野さんは言葉を続けた。普通やった相手が分かったら報復するのがヤクザのセオリーだよな。はい。でも俺らは報復しなかった。いや、まだ報復をしていない。そうだよな、アキラ。俺に言葉を振ってくる。そうですね、まだですね。それはどういう意味で？ますます奴らが混乱している。その様子に笑いそうになりながら俺は長野さんにこう言った。ほら、バカにはわかんないんすから早く教えてあげましょうよ。そうだな、そろそろこいつらと遊ぶのも飽きてきたしな。長野さんも薄く笑いながら返してくる。そんな俺たちの様子を見て恐る恐る岩田が尋ねた。もしかしてバレてるんすか？今さら聞いて呆れる。もしかしても何も、最初からバレてるよね。さっき俺腕動かしてその場で長野さんに電話したって言ったじゃん。長野さんが俺がやられたのに犯人放置すると思う？ってことは、じゃあ初めから俺らがやったってバレてたんすか？その言葉が長野さんの逆鱗に触れる。ああ、てめえらごときがやるようなことはうちの組が気づかねえとでも思ってんのか？すいません。食ってきそうなほどの長野さんの様に男二人は平謝るするしかなかった。お前らがやったことはすぐに分かった。すぐに？俺はそれ以前から井岡の動きが怪しかったことを伝えた。俺がやられる数ヶ月前から若衆とは別行動する井岡さんは単独行動が増えた。ちょうど俺が若頭補佐に就任するって決まった頃かな。ある時井岡さんの後をつけてみたら岩田に会ってたことが分かった。てめえつけてたのかよ！マジでその頃からバレてた？その頃岩田はうちの島にある河川敷で暮らす浮浪者だった。井岡は半グレバカどもとつながりが多いこともあって雇われ浮浪者とも顔見知りだ。ある時その中に岩田を見つけたのだ。昔自分がいじってた同級生が浮浪者なんて願ったり叶ったりだったでしょう。お前なんで知ってんだよ！俺の予想外の指摘に井岡は驚きの表情を隠せない。それくらいすぐに調べはつく。俺を誰だと思ってんの？ちっと舌打ちをする音が聞こえた。情報系の大学に通いながらヤクザをしていた俺を心底嫌っていた井岡にとって腹痛が煮えくり返る思いだろう。ヤクザとて頭が使えない奴は生き残れない。世の中を生きていくのと同じなのだ。岩田は随分苦労して生きてきたみたいだね。岩田がふと目をそらす。知られたくない事実だったのだろう。岩田は小中学校時代の井岡の同級生で背は高いが気が弱く
体の弱い両親のもと、家が貧しかったため、クソガキだった陽花の格好のからかい相手だった。まともに食べることができない毎日で、岩田も両親もどんどん弱っていき、働くことすらままならない。さらに、情報弱者だったため、行政のケアも受けられずにいた。そのうち両親が亡くなり、家を追い出され、岩田は浮浪者になったのだ。浮浪者なら、何かことを起こしても足がつきにくいし、最悪消しても騒ぎにはならない。優香さんにとっては格好の駒だった。そうだよね。優香に尋ねる。だったらなんだ？岩田にとっても、またとないチャンスだった。作戦がうまくいった暁には、衣食住の安定が見込める、組にスカウトという形で引き入れる。それが交換条件だった。合ってます？岩田さん。岩田は、俺の言葉に冷や汗と震えが止まらない。こんな奴に2年間も苦しめられたと思うと、若干複雑な気持ちだが、こういう奴こそ危険だったりする。現実、俺は何度も繰り返し惹かれ、命を失いかけたのだ。井岡の人生は当たっていたと言ってもいい。親もなくし家もない。岩田には失うものがない。失うものがない奴ほど強いものはない。逆に、井岡には得たい欲、なくしたいものがありすぎた。俺に向かって吠える。証拠は俺らがやったっていう証拠がなければ、どうしようもないだろうよ。なぜか自信ありげにこんなことを言う男に、俺は容赦なく言葉を吐いた。証拠なんて、腐るほどあるけど。まさか、だったのだろう。井岡の勢いが一瞬弱くなる。あの場所は組の島だ。主要通りではないとはいえ、万が一に備えて、監視カメラが、相当数、つけられている。は？カメラなんて、働いてなかったろ！確かにこいつの言う通り、壊された監視カメラが複数存在していた。二人で夜中にでも壊して回ったんだろう。しかし、それはごく一部であった。ほとんど、動いてたけど。え？あんた、本当に若頭補佐？目に見える監視カメラ以外に、相当数の隠しカメラが設置されてるのは、知らないの？あ！隠しカメラ！なんだよ、それ！それは、若頭補佐以上の役、および、幹部しか知らないものだった。井岡は俺と同じ若頭補佐である。では、なぜ知らないのか。ああ、そっか。俺が姿を消してから、井岡さんは若頭補佐になれたんだもんね。そりゃ、知らないか。それを聞き、井岡は長野さんの腕をつかみ、噛みついた。なんで、若頭補佐の俺に、隠しカメラの話、してくれなかったんすか？ああ、そうだったな。そうだったなじゃないっすよ！知ればどうにかしようとするだろう？え？さっきも言ったはずだ。お前を若頭補佐にしたのは、逃げないようにくさびを打つためだと。あ！掴んでいた腕の力が抜ける。事故の後、俺らは組長のもと、若頭補佐や幹部を使って、現場周辺を徹底的に調べ上げた。全然気づかなかったっす。お前らにバレないように動いてたからな。若頭補佐や幹部だけを使ったのは、松山組のトップシークレットだったからだ。遠巻きの若衆も、長野さんの言葉に傾聴する。長野さんは続けた。そしてすぐに、島のうちにある監視カメラの一部が壊されていることが分かった。普通に考えればその後のしのぎに出入りしている奴がやったと考えるのが自然だ。となれば、だ。あのあたりはようか。お前のしのぎが点在している。夜中、岩田を連れてうろついていたとしても違和感はない。そんなの、言いがかりっすよ！長野さんの家庭に井岡が噛みつく。すかさず、長野さんがやり返した。てめえ、若頭に言いがかりなんぞつけてもいいと思ってんのか？ああ！へっ！すいません！長野さんに押さえつけられた井岡が口をつぐむ。そして俺が続けた。まあ、どっちにしろ、
監視カメラ壊したのが井岡さんたちだってのは、裏取れてるから言い訳できないよ。は？組長や若頭が出てきたら、しのぎの奴らも黙ってるわけにはいかないもんね。はっとした表情で井岡が尋ねた。まさか組長や若頭が直接顔出したんすか？そりゃそうだろう。うちの期待の星がやられたんだ。しかも自分とこの島で。組内に裏切りがあるのは一目瞭然だからな。下の門や幹部にだけ任せるわけにはいかんだろう。ってことは最初から俺たちだって思ってやったってことっすか？うちの組の島に他の組が出張ってくることは、ここんとこの流れとしてありえないからな。名古屋さんがもっともなことを言う。先にも述べたが、松山組は上品なヤクザと言われて久しい。頭を使ってスマートに対応するため、敵を作りにくいのだ。そのため、特に今の組長になって10年以上、他の組との争いは皆無。故にうちの島の他の組が出張って、何かを仕掛けてくれなんていうことは、ありえないのだ。なんだよ！鼻からバレてたのかよ！くそ！井岡が、壺を蹴り飛ばす。勢いよく壁に飛んだ壺は、粉々に砕け、形を失った。あんたさ、組長から相当金請求されるよ。あ！うるせえんだよ！どうせ俺は終わりだ！井岡が開き直り、長野さんに噛みついた。調べて完全に、俺らが黒だって分かってたんすよね。まあな。じゃあなんで、俺が岩田を引き入れるとき、認めたんすか？しつこく、井岡は食い下がる。さっきも言ったはずだ。お前らを組に繋いでいたのは、くさびだと。別に、分かった時点で、俺も岩田も消すなんぞ。松山組なら、たやすいことだったはず。なんでそうしなかったんすか？それもそうだ。俺を秘密裏に2年間もアメリカにひっそり置いておけたように、奴ら2人を密かに消すことも松山組はできたであろう。ではなぜそうしなかったのか。アキラが自分で蹴りつけたいって言ったからな。え？アキラはお前らに自分を消されたんだ。お前らと蹴りつけることでリターンしたい。それを組んでやっただけだ。長野さんの言葉を聞いて、井岡と岩田が俺を凝視する。そして岩田が言った。じゃあ最初からこうなるって決まってたってことっすか？だからさっき言ったじゃない、終わりの始まりだったって。俺の言葉に続けて長野さんが言う。アキラがアメリカに渡って、医師から治療にかかる期間は約2年と伝えられた。その間、うちはお前らを監視してたんだよ。アキラから逃げねえようにな。それがお前たちに対する、くさびだ。遠巻きに見ていた若衆が、方々から何とも言えない目で二人を見つめる。そしてその奥から、組長がゆったり現れた。おお、アキラ、よく帰ってきたな。組長、今帰りました。組長に向かって、俺は丁寧にお辞儀をした。組長は俺にとって、いろいろな意味で恩人だ。この人がいなければ、今の俺はいないだろう。だからこそ、組長からの、よく帰ってきたなの言葉は、今の状況をぶっ飛ばして、俺の心にずんと響き、柄にもなく、涙がこぼれそうになった。そんな俺を、分かったように見つめながら、笑顔で組長は言った。じゃあ、始めようか。こいつらの懲罰会議を。笑顔と言葉のギャップが激しくて、奴らにはなかなか理解できなかったのか。え？は？懲罰委員会？ちょっと組長、笑って言うことじゃないですよね。笑ってるってことは、冗談でしょ。次々と場違いなことを組長に言う。さすがの温厚な組長も一気にトップギアに入った。お前ら覚悟しや。静かな怒りほど怖いものはない。自分が言われたわけでもないのに、あまりの空気感に若衆が後ずさりをするのが見える。組長が羽織を翻し、
奥に戻っていく。かくして井岡、岩田両名は揃って破門。そして馴染みの札に身柄を引き渡された。それから一年の時が流れ、今日は松山組新組長の就任式だ。長野、これからの松山組を頼むぞ。温厚でありながら切れ者でカリスマ性の高かった組長は相談役に。同じく切れ者ではあるが、若い頃から松山で頑張ってきた叩き上げの長野さんが新組長に就任した。それと同時に若頭補佐であった俺が組史上最年少で若頭への就任が決まり、同時にその就任式も行われた。一年前のあの日、消えたはずの日高が帰ってきたとすぐにヤクザ界隈では持ちきりとなった。さらに失踪疑惑から顔まで変わって帰ってきたため、こいつは不死身だと周辺から変なレッテルが貼られてしまった。そのおかげか、あいつがいる松山組に絡むとやばいなんて噂も一人歩きし、ある意味若頭としての責務を果たしているとも言える。まだ40代の長野さんが組長、そして20代の俺が若頭となった松山組、新しい松山組として何か始めたいと組長をはじめ若頭補佐たちとも話をしている。一度失った日高明をみんなの力で蘇らせてもらった。前組長や長野さんにはもちろん、島のしのぎで働いてもらっている仇の方々にも様々な形で力をもらって今の俺がある。若頭という地位、10年20年もすれば組長という立場にも立つことが可能になった今、その分今後一生をかけてでも松山組にも世の中にも恩返ししていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。